埋まってるところからのメッセージも読み取る。このグラフだけで2と4は違うんです。What's up, t a t び共通テストリスニング今日は第5問です。難所ね。いや、本当に難しいよね。えー、心を打ち砕かれる思いをしたあ人も多いんだと思います。えー、リスニングでありながら、ね。これをガチで耳だけで処理しようと思ったら成立しません。でも、今日はですね。 あの、ワークシートの使い方、ワークシートの,この下準備を一緒に僕がやってみせますので。で、これは今からでもすぐできることなので、今からすぐにできる状況の捉え方、ワークシートの処理の仕方、これが今日メイン。で、あとは長い攻撃部分を聞くために、えー、今後ね、2ヶ月間ぐらいの間で、まあ、リーディングとちょっと合わせながら意識していった方がいいこと。これをちょっと2本でやっていきたいと思います。 もちろん、こっちが今日の主な目的ね。はい。なので、早速、第5問、どのようにワークシートを処理していけばいいのか、一緒にやっていきましょう。はい。ではですね。 えー、いつもはね、あの、大問ごとのアプローチを説明してから、あ一緒にね、演習してったんですけどもえ、今日はね、あの、ちょっとあっちをね、見るよりも、あの、一緒に、み、あの、こんな感じで処理したらいいよっていうのね、えー、見せちゃった方が早いと思いますので、一応 PDF の方で準備してますので、えー、それは、あの、自分の整理のためね、あそうそう、この段取りでやるんだって整理のために、えー、後で見返してみてください。えー、実際にですね、第5問っていうのは、この下処理が、 もうほぼ7割方重要だと思います。このワークシートの読解力、これで7割方もう決まってくると言っても過言ではありません。で、そのワークシートの処理、ね、この状況とワークシートの処理っていうのは、もう第4問 B が終わった段階で勝負は始まってます。はい、なので、え第4問 B の問題こないだやったじゃん。で、あれ、実は、あれ2番が正解だったでしょ で、あの2番がこう、ぐるっぐるっぐるっと3つ丸入れた段階でもう2番答え確定するわけ。なので、確定したっていう確信があれば、もう第4問 B が終わって答え決めた段階でこっち来れます。ね。なので、えー、実際にはこの状況ワークシートを読み取る時間っていうのはこれ1分与えられますけれども、ね。えー、その前に10秒ぐらいのブランクがあって、で、かつ、えー、4B の答えが、例えば1番だったとかね。 え、2番だったとかね。3番だったってなった場合には、それプラス10秒、20秒ぐらい、またプラスの時間が生まれたりします。ね。そこまでしてでもやっぱりじっくり読みたいワークシートと状況というところを一緒に確認していきたいと思います。はい。ではまず状況からですね。まず1番目、状況の確認からですよ。はい。あなたはアメリカの大学で幸福感についての講義。幸福感についての講義を、ワークシートをね、メモを取りながら聞いてます。 幸福感なんです。テーマは。ね。ハピネスですよ。だから、ね。なんだかんで言って幸福感に関係ないような選択肢があったら、これピッて、もう切れるわけでしょ。もうこれは幸福感なんだよ、と。ね。この意識を持って、一緒にワークシート処理していきましょう。はい。ということで、状況の確認、幸福感。まず、空所抜かれてるところ、問われてるところの箇所をチェックします。 はいで、えー、この先の、えー、27番の空章のところの、まず、えー、タイトルだよね。はい。Word Happiness Report。ね。世界幸福度調査。あ、今、日本語にしちゃいましたけども、実際出てくるのは英語で出てくるわけだから、Word Happiness Report。も、ま、う、あ、これ、音としてしっかりゴクッと飲んどく。ね。この話題が来た時にもう27番の準備をグッと、ね。えできるようにしておくと。ね。で、あとは、ちょっとした小タイトル。ここにあります。Purpose。それの目的。 あ、ワールドハピネスリポートの目的が今問われてるんだなと。で、えー、この空書の27番にこれが入るわけだから、えー、その前後もチェックね。to promote この,この空書に入るべき27番を推進するとね。はい。で、これを入れてみて、かつもう選択肢、もうここで見切っちゃえばいいんですよ。ある程度ね、幸福に関係する選択肢を見切っていくんですよ。はい、まず1番目。 アサステイナブルディベロメントゴビヨンドはい、ビヨンドは超えるだからねハピネスウェルビーイングはい、幸せ健康幸せ健康ハピネスウェルビーイングよりも大事なってことになっちゃいますようんもうこの段階で怪しい読解力があれば言えるのねはい、えー、ハピネスウェルビーイングよりも重要な それを、上回るようなサステイナブルディベルプメントゴールちょっと違う気するよね。はい、では2番目。サステ s t a i n a b l e 持続可能なエカノミー経済、e はいサポーティング、ハピネスウェルビーングを支えるような。いけそうだな。ね。可能性ありありだな。はい、3番目。サステ s t ナ i n a b l e natural 持続可能な自然環境、for happiness and well-being のための うん、幸せ健康のための持続可能なし自然環境かって感じがしますね。はい、4番目。アサステナブルソサエリはい、持続可能な社会。はい、チャレンジング、ハピネスドウェ l b e i ングに挑むと。うん。まあ、ありえるチャレルるかもしれませんけど、挑むものなんでしょうか。はい。ということで、これぐらいしっかりググッとお先にチェックしとくね。で、しかもこの内容を頭に入れるってことと、リスニングですから、 音としても準備しておくね。サステイナボっていうのがこれ共通してくるところだから、このサステイナボね、この関係のやつが出てきたときには、グッとフォーカスできるようにしときます。はい。そして、えー、まあ、その下も全部、あの、熟読していきますよ。スカンディナビアン countries ね、スカンディナビア半島のこの国々。はい、consistently happiest in the world ね。で、えー、この、 選択肢の見切りのところでね、ちょっと説明しようとは思ってたんですけど、このハーピエストみたいな最上級、最上級結構大事なんですよ。ね。最上級は、まあいろんな言われ方しますけど、とりあえずこれ一番なんだっていう確認ね、えー、チェック入れておいてもらったらいいかな。で、僕は読解の時に最上級出てきた時に星マークねとか言ってるので、えー、普段僕の授業受けて、えー、プレミアムの方でね、受けてる人はもう星マークって感じでチェック入れておいてもらったらいいかなと思います。はい。そして、 音資料として、もう見逃せないのが、since?2012.2012. これね、音にしとくのよ。これは第4問の時に言ったよね。もうこの年代が出てきた時には音待ち。数字が出てきた時には音待ちしとく。2012でグッと。ね。purpose, world happiness report, purpose 2012, グッ。この感じでいけるようにしてください。 で、これがなんでなのかね、why です。で、ここで出てきましたね。hy, g, g, e. 太文字になってますからチェックしておきましょう。ね。hy, g, g, e. みたいなこのライフスタイル生き方 in Denmark ーー。ね。まあもちろんスカンディナビアンカンチ countries のうちのデンマークですから。あ、なるほど。デンマークがまあ1位ってことなんだろうね。世界幸福度。ね。デンマークが1位なんだろうなと。で、デンマークも準備しておく。音と,として。で、 この hygge 的なライフスタイルが spread around the world 世界中に広がっていくのが、はい。ここよ。また来た。2016. これも音にしとく。で、これに音にしとくと、この矢印の向こう側に伝わってくんじゃないはい、ここら辺をきっかけに、あ、今度トピックこっちに移るよと。次のタイトル。interpretation of Hugo. あ、ヒューガーって言っちゃったけども、本文上ちゃんとヒューガーって丁寧に説明してくれます。はい、インタプリテーション s o ブヒューガの考え方理解じゃあヒューガーって何なんだが今ここに来てるね。で、この何なんだが今これ表埋め作業の問題になってきます。で、この表の中をこの5つの、あ、ごめんなさい、6つの選択肢の中からこうやって入れてくださいっていう問題になってますね。はい、ではヒューガーのこの表、しっかりチェックしておきましょう。そして、 はい。この表の見切り方っていうのは、第4問で説明した通り、はい。一番上のね、行。はい。これの確認。ね。そして、左の列の確認。ね。はい。ポピュラー a r image ー,ジオフヒュー,ガーね。はい。一般論ですよ。一般的なヒューガーの見られ方。はい。そして、それに対して、real ューガ o インデン n ーク はい、本当のヒューガー。ね。ポピュラーイメージと、リアルヒューガー。これ、対比でしょう。ね。えー、これはもう思考調査の時から。ね、えー。そして第二日程の問題もそう。この表の左側と右側。対比関係にあるものが、ここまでは出されています。で、しかも、この左側にある、まあ、what, where, how のところが埋まってるよね。埋まってるところからのメッセージも読み取る。 はい。どんなイメージだったのかと。ね。ポピュラーイメージではスペシャルなもので、リアルなヒューガはオーディナリー、普通ですと。スペシャルとオーディナリー、対局でしょあ、やっぱり、このリアルなヒューガとポピュラーイメージなヒューガっていうのは違うんだなと。ということは、28と29に相反することね。ワットですからモノ、ものね。相反する物的なものが来るんだろうと。で、 where, 場所ね、えー。30番と31番に相反する場所が来るんだろうって言ってパッと見たら、ある程度さ、これも相反するものがイメージできるでしょ。インドアとアウトドアこれ、これ相反するし、で、インドア、アウトドアとまた、everywhere っていうのも相反してますよね。なので、この埋まってるところからのメッセージを汲み取るっていうことも、えー、すごく大事ということです。はい。 で、あとは何ですから、ね、えー、一般的なイメージ、goods, relationship, task の中から入れると。で、リアルなヒューが、goods, relationship, task の中から入れてあげると。こういう問題ね。はい。で、ここまでの段階で相当濃く読んでますね。はい。もうだいぶ頭入ってきてますよ。そして、問い32番。はい。これが3問目です。 で、この内容勝ち問題はこの選択肢の中から、まあ、できればキーワード拾いたいなっていうところですね。で、えー、第一日程の方は、主語が揃ってます。はい、え、デイニッシュピーポー、ね。今デイニッシュって言っちゃいましたけども、えー、まあ、僕は知ってるからね、今デイニッシュって言っちゃいましたけど、ダニッシュぐらいでもいいじゃん。ダニッシュピーポーぐらいでいいじゃん。一回カタカナに直しておいて、このダニッシュ的なものが聞こえた時に、ぐんと、いけるようにしておけばいいと。で、 ここぐらいまででもしかしたらもう時間もギリギリいっぱい来てるかもしれないんだけど、もし、このね、4B 早く切り抜けてまだ2分間時間があるっていうような人であれば、それぞれの選択肢の中からプラス1ずつぐらいね、サクッと答え、あの、選択肢見切れてたらいいかな、ってですね。はい、1番。アゲンシとハイタクシズ、ハイタクシズに反対している。はい、トゥーメインテナースサンダーブリビング、維持するために。 はい。では、二つ目選択肢ね。Uh huh. Danish people spend less money on basic needs than on socializing. はい。ここに比較表現が来ました。はい。マニュアル。ね。内容イオガチの三番目。ね。えー、黒ポチ三つ目。ね。マニュアルの黒ポチ三つ目に、比較はチェックしてねっていう風に入れてます。で、比較表現が来た時には、左台なり、モア算、え、右台なり、レスザン的な。 どっちがどっち何と何を比較してんのかっていうのは確認してる方がいいですよ。ベーシックニーズとソーシャライズングね。これを二つ比較してソーシャライズングの方にお金使ってる。はい。そして、この黒ポチ三つ目には絶対表現。絶対表現っていうのは言い切り表現ね。もう全部ですとか、これだけですとか、一、えー、つもありませんっていう、all only no。はい。これの類の仲間が来た時には怪しいんじゃないのってチェックするようにしとけばいいし、 あとは、まあ、オールグループの仲間で言うね。はい、オールウェイズの仲間ね。常にとか必ずとか絶対にとか完全にとかね。こういう強い表現は、あの、下のね、マニュアルの下にリストアップしてますので、それを参考にそういう語句が含まれる場合は、怪しいんじゃないっていう感じでチェック入れられるようにできればなお良しです。はい、三つ目。 はい。Danish people's income. ね。インカムまでチェックしておくといいかもしれませんね。所得が。はい。a large enough to encourage a life of luxury. ね。贅沢な生活する、できるほどだと。はい。四つ目。えー、Danish people's welfare systems allow them to live a meaningful life. これ無生物資本になってますね。えー、福祉制度のおかげで。はい。live a meaningful life. はい。意義深い生活ができると。はい。マニュアルの黒ポチ四つ目に。ね。 えー、因果関係だとかね、比較変化なんていうのも、えー、読み取れるといいよというふうに書いてますけども、これは次のステージだと思います。これは中長期的なアプローチということになると思いますので、まあ、ここまでにね、あの、因果関係をもうすでに意識して読解できている人は、あ、リスニングでも因果関係大事になるん,んだっていう軽いね、チェックができるといいかなと思います。はい。えー、このね、1分半の間で、どこまで 一通りチェックできるかっていうのが、まあ、ポイントになってくると思いますので、えー、ここはね、早く読め、あの、チェックできるかどうかっていうのは、読解力が試されていると。で、ちょっとでも、早く早くいけるように、えー、見るべきところを整理しながら、はい、読解力も共に高めていきましょう。はい。で、この中で、ここまでね、えー、長、あのー、細かくできないなっていう人は、もう、抜かれている前後とタイトル、タイトル、ね。 で、何と何が比べられているこの一番上と左端。ね、見るべきところを意識するだけでも聞こえ方は変わってきますので、えー、ぜひ、これからね、僕のデモンストレーションとともに、えー、もしもうすでに解いてる人は僕のデモンストレーションを見ながら。で、まだ解いてないよっていう人は、えー、演習時間として。えー、第5問の前半の問題。 27番から32番の問題流しますので、えー、その 4B 終わった段階からの時間の使い方、これを参考に、ぶっブッと、ね、状況とワークシートの処理も含めて練習して、そしてその後に聞いてみましょう。Let's try!Questions number 27 to 32 What is happiness? Can we be happy and promote sustainable development? Since 2012, the World Happiness Report has been issued by a United Nations organization to develop new approaches to economic sustainability for the sake of happiness and well being. The reports show that Scandinavian countries are consistently ranked as the happiest societies on Earth. But what makes them so happy? In Denmark for example leisure time is often spent with others that kind of environment makes danish people happy thanks to a tradition called hygge spelled h-y-g-g-e hygge means coziness or comfort and describes the feeling of being loved this word became well known worldwide in 2016 as an interpretation of mindfulness or wellness. Now, Hyuga is at risk of being commercialized. But Hyuga is not about the material things we see in popular images, like candlelit rooms and cozy bedrooms with hand knit blankets. Real Hyuga happens anywhere, in public or in private, indoors or outdoors, with or without candles the main point of hygge is to live a life connected with loved ones while making ordinary essential tasks meaningful and joyful perhaps danish people are better at appreciating the small hygge things in life because they have no worries about basic necessities danish people willingly pay from 30 to 50 percent of their income in tax. These high taxes pay for a good welfare system that provides free health care and education. Once basic needs are met, more money doesn't guarantee more happiness. While money and material goods seem to be highly valued in some countries, like the US, people in Denmark. Place more value on はいではスクリプト確認しながら、あのえー、ワークシートの、ね、状況、確認したあの前後の情報を、なるべく音として意識しながら、ね、処理していきたいと思います。 はい、お分かりの通り、めちゃめちゃ長いので、なるべく英語のままするっといきたいと思いますんで、みんなも英語聞こえるときだとか、スクリプト見るときだとか、速読するときっていうのは、これぐらいのノリで行っちゃった方がいいからね、と。ね、英語のままで飲み込む練習っていうところも込みで、ちょっとスクリプトの確認しましょう。はい、what is happiness って何なんだね、can we be happy になれんのそして、promote sustainable development。ここは持続可能な発展ね。えー、これ、えー、promote 推進できんので、 since, 2012. はい、これが聞こえた段階で、グッと行くわけよ。しかも選択肢に、サステナブル、サステナブルあったもんね。並んでたもんね。ぐっ !2012 ぐっから、ワールドハピネスリポート。はい、これが has been issued されました。ねえー、発表されました。I b y a United Nations Organization.UN、ね、国連ですよ。の機関からと。で、to develop new approaches. はい。新しいアプローチを、えぇ、ー、は、精神するために。はい。true c o n o m i c economic sustainability. これ答え出ちゃうでしょね。economic sustainability.for the sake of happiness and well-being のために。はい。ということで、はい二十七番答えは、a sustainable economy supporting happiness and well-being でね。答えは二ですよ。 はい。なので、ポイントは、トレニー・トレーボでグッね。そして、あの、サステイナブル系でグッここで答えをバシンと出しちゃうエカナミック。ね。はい。えー、ということで、いいでしょう。はい。では、続き行きましょう。はい。The report show that によると、ざっといかだとわかります。はい。スカンディナビアン・カントリーズ。ね。はい。あの、ワールド、えー、ハピネス・レポートの下にありましたよ。デンマークナンバーワンなんじゃないのって思いながら、ア・コンシステン・トゥ・リル。 一貫してランク c h ハ d as a happiest, happiest s はい、世界で一番ハ a p p i e はい、そして、ば、聞こえましたかはい、what makes イコール why だからね。はい、その理由ですよ。what makes them so happy なんではい、で、in Denmark ね、準備してたもんね。で、for example 例えば、leisure time, l e i s じゃないよ。レジャーで覚えてね。 A leisure time is often spent. ねえ、えー、予の時間を過ごされます with others. 人と、別の人と。はい。で、t h e kind of environment. そのような、そのような環境のおかげで無生物症になってんだよ。リスニングでって思うかもしれないけど、リスニングでもごくっと飲める、飲み込めるようにしておきましょうね。はい。Danish people ーー聞こえたねで、この人、Danish people ーーたちがハッピーになるんだと。ね。 そして、ここからが、はい、サンクスチューはトラディションコードフューガーと呼ばれると。で、サンクスチューはサンクスチュー A のおかげでということで、because of と同じように、はい、原因を導く、軍前知史ね、軍前知史ね、前知史の熟語ね。はい、それは、あのー、マニュアルの一番最後のところで因果関係整理しているところを設けてますので、えー、そこでの因果関係の言い換え表現、ぜひ参考にしてみてください。はい、後ろに回ったら、後ろから前に、 ね。理由、因果関係を取るようなイメージで。はい、サンクチュアトラディションコード、ヒューガーと呼ばれる、え、トラディションのおかげでと。で、このヒューガーの説明をしてくれてますよ。はい、スペード、hy, gge と。ね。ヒューガーって言われてふって思うかもしれないけど、hy, gge って言わざと言ってくれたもんね。で、ヒューガー means e q u a コージネスあるコンフォートね。はい、コージネスが、まあ、居心地の良さ、えー、コンファルが快適さですかね。そして、and, ですから、the feeling of being loved. ね、え、この愛されるね、この感覚え、これを意味しているんだと。ね、表しているんだということでした。で、このヒューガ的なライフスタイルがはい空所で問われてましたよ。はい、次行きましょう。はい、hey, This part became well known worldwide in 2016.、ね、あの表に今から移り出しますよの 2016. えー、チェックしたところですよ。ね。はい。2016にワールドワイね。世界中に広がっていた。ね。スプレッドって書かれてましたよ。ね。あそこでは。はい。became well-known worldwide。ね。世界に広がっていたら in 2016. ね。で、other interpretation of mindfulness や wellness のこの解釈え、として、理解として、interpretation も小タイトルで確認してたもんね。 インタープリテーション来たあの表だ !2016、表来たと思うんですよ。で、now! ね。h u g e is a t risk of being commercialized to されているという危険今、リスクにさらされているんだけれども、はい、b u t はい、リスニングでも大事な b u t だよ。ね。h u g e is not about the material things のことじゃない物。物質的なことではない。 はい、ここから関係詞の塊。関係詞の塊ってリスニングで言われると嫌だね。でも意味の塊を感じとけばいいんだよ。物質的なことじゃなくて、で、どんなはい、we see in popular, popular, popular image. ね。はい、あの表の中の左の段。ね。えー、we see in popular image. で、ね、見るような、例えば、はい、えー、c a n leave rooms だとか、cozy bedrooms だとか、はい、えー、with hand-knit blanket. ね。手編みのブランケットがあるような、そんなお部屋のことじゃないんだって言ってますから。はい。もう早速、あの表の中、えー、っと、30番かなまずどこだと。一般的なイメージは、I can't bring rooms だとか、コーディベート rooms って言ってるから、in doors でしょはい。なので、30番は5かな in doors はい。そして、ちょっと前後しちゃいましたけれども、 ね。material things ではない。ね。ものじゃないって言ってるわけだから、はい。28番は1番。一般的なイメージ的にはものってことです。グッズね。はい。ということで、えー、このあたりのチェックワード。ね。ものじゃないみたいな。ね。はい。えー、このあたりのワードが出てきたときに、しっかり準備しておくと。で、それ以前にタイトルの確認しとけば、フォーカスかけられるよね。ということでした。 一応、キャンドルリットっていうのは、キャンドルで照らされたとですよ。ライト、リット、リットとかね。はい、では続き行きましょう。で、右の段の準備をしながら、a real Hugo happens anywhere. ね。本当の Hugo はどこにでも起こるんだと。any はもう強弱の強ですよ。ストレス語だからね。どこでもです。はい、どこでも起こるってことは、もう答えすぐ入れられるよね。A、答えは anywhere イコール everywhere ってことでしょはい、なら三31番は答えが4ですよ。はい、どこでもっ,つって、ね。で、一応、どこでもの補足情報。はい、in public だろうが、in private だろうが、ね。ええー、そして indoors であろうが、outdoors であろうが、そして with or without candles があろうとなかろうと。はい、どこでもだと。ね、どこでも起こるんだ。everywhere。ね。そして、the main point of Hugo の 大事なところはい、大事なところっていうのは to live a life connected with loved one. ね。はい、愛すべき人とつながるような、はい、生活なんですよ。はい。はい、while making ordinary essential task meaningful and joyful. ね。はい、えー、重要なね。はい、essential っていうのは重要なっていう意味の形容詞ですよ。 まあ僕的には米印ワードです。これも後で説明します。はい。オーディナリーって言ってたもんね。はい、えー。もうありふれた普通の重要な仕事、ね。えー、しなくちゃいけないことを、まあ、ーニングフルでジョイフルなものにしながらも。ね。はい。えー、愛してる人と繋がるような生活なんですよ。ということで、これがまさにヒューガじゃん。ということだったんだよね。はい。ということで、はい、29番。 はい、29番は、はい。what? 人とのつながり、relationship。ということで、答えは2番です。うーん、ね。もうやっぱりこのタイトルをチェックしてて、2016ぐらいからぐぐぐぐグっと、ね。しかも左の段、右の段、ちゃんと、えー、ポピュラーな方と、えー、リアルな方。 分けとくと、だいぶ聞き逃さずいけたんじゃないでしょうか。はい、では最後のブロックいきます。はい、最終ブロックいきましょう。はい、内容がちをイメージしながら。はい、perhaps.Danish people 聞いたと思うんですよ。ね。Danish people are better at appreciating the small. ね。小さい。イコール l h u g e r ね。h u 的なもの。 をね、噛み締める。appreciate っていうのは高く評価する。噛み締めるってことですからね。はい、噛み締めるのがとてもうまいんだと。ね。in life のと。ね、えー。人生におけるこの些細なこと。ヒューガ的なもの。はい、これに噛み締めるのがうまいんだと。はい、because。はい、後ろからね。はい、原因が来ております。はい、その理由よ。はい、they have no worries. ね。リスニングでも No 来た。オールきた、o n に y 来た。ね。絶対表現きたらリスニングでもグッと集中できると。 いいですね。は they have no worries 心配がないってことですよ。I, about basic necessities についての心配がないから。ね。そして追加。I, Danish people willingly ね。自ら進んで pay from 30 to 50% of their income in tax ね。はい、この30%から50%ぐらいのこのインカムタックス、所得税。これを willingly ですからね。前向きにですよ。 いや、嫌がらずに前向きに支払ってるっていうことで、えー、タックスの話、ハイタックスに反対している、変えてないね、ウェ a r ングリーむしろ前向きにというふうに言われてますので、32番1は消してください。ね。はい。で、はい、these? はい、このようなこれらの、ハイタクシ a x ペイフォ y グッドウェ o フェアシステムね。 このような高い税金で素晴らしい福祉の制度。はい、これにお金が支払われていて、はい、ここから関係者なんだけど、聞くときっていうのは言いて、でいいからね。支払われてて、で、that provides free healthcare and education. ね。その福祉の制度で、free、無料の healthcare、医療、そしてエデュケーションが提供されていると。ね。はい、このようなイメージで選択肢を見てあげると、はい、トイ32の4番。はい。 えー、無性物色取れとくと、なおさらいいのにねって感じだよね。Danish people's welfare system allows them to live meaningful lives. ね。はい。meaningful lives. 要するにこういうことでしょね、えー。医療も、えー、教育もただ。ね。ベーシックネセスティーズに心配なし。これが成り立ってるのは税金のおかげ。ね。welfare system のおかげ。はい。ということになりますので、4番は幸せに直結しているので、まると。 丸ということになります。はい。そして、続き行きましょう。はい。Met, はい、一旦、ね、ベーシックニーズ、基本的なこの欲求は、はい、満たされたら、はい、more money doesn't guarantee more happiness。ね。はい、お金増えたからといってね、ね、はい。幸せ増えるっていうことではないよと。保証するものではないよ。ギャランティーするものではないよ。はい。で、why? Money and m a t e r i a l goods seem to be highly valued in some countries like the US のような国では、こういうものが高く評価されてるみたいなんだけど、はい。大事なのは、ここ。はい。はい、より、ソーシャライゼングを大事にしていますよ。決して、ベーシックネセシ,シティーズとは比べてません。ね。 はい。最後に待ってました。n バー e レスネバー e レス n e v e r the いぶそだとしてもね。これは逆説相当ですからね。はい。その後ろフォーカス全力でドーンですよ。デンマークがハザー above average p r o d u c 平均よりも上の生産性持ってます。according to the OECD によると。ということでした。はい。 3パラグラフにまた上がるね。えー、このスクリプトでしたけれども、ね。あの、今回は、まあ、リスニングにしっかりフォーカスっていうことでしたけど、これ復習の段階ではねあ、これパラグラフリスニングとして、あの、速読の練習教材としてもこの大文語は使ってほしいんですよ。だから、第1文。大事。逆説の後ろ、大事。重要って言われたとこ、大事みたいな感じでね。これ、読解と一緒ですから。 えリスニングなのにパラグラフわからんわって思うかもしれないけど、復習の時じっくり聞いてみ。あの、パラグラフ間にはポーズがあります。インターバル空いたと思ったらっ、あ、パラグラフ変わったな。リセットされたな。第一文だな。逆説だな。あ、重要だって言われてる。みたいなね、重要表現を一番下にリ,リストアップしてますので、そういうところも復習の時に意識しながら聞いていくと、パラグラフリスニングが必要とされる東京大学とかね。 東京外大とかね。そういうところのリスニング、しっかり向き合わないといけない人にとっては、特にそういうところが、あの、リスニングで,でのスキルアップにつながってくると思いますし、えー、リスニングはそんな求められてないっていう人は、速読につながります。スクリプトを見ながら、スクリプトを伏せて、これをしっかり、第一文、うん、うん、うんって思いながら、前から理解、前から理解。今言った感じで、日本語に全部返さずに、英語のノリのまま、ごくごくと、 読み進めていけるような練習にもなると思いますので、第5問はそういう意味でもおすすめです。はい。ということで、以上ね、答えは出ましたけれども、なるべく英語のまま突き進む、そんな、あの、きっかけにしていただけたらいいかなと思います。はい。では、続きの問題、行きましょう。もう一頑張り!はい。では、続きの問題行きましょう。ね。この前半の講義の続きを聞きっていう問題なんですけど、はい、前半の問題、放送が終わって、 ここのね、えー、この説明と読み出し、えー、までに約70秒ぐらい時間があります。なので、えー、答え、えー、前半のパートで答えが決まったら、この表グラフにしっかりガズンと、えー、しっかりフォーカスできるようにしましょう。で、グラフ問題のポイントも4のところで言いました。第4問4で言いましたよ。第4問 A のところで言いましたね。はい、タイトルが大事。ワークライフバランスですよ、と。で、縦にな、あ何を示しているのかって言ったら、お時間。 で、横はデンマーク、ユナイテッテッド、OECD、アベレージで並んでると。で、左側の棒が、オーバータイムワーク。ね。残業時間。はい。で、右側、ね、白目の方が、えー、ージャーパーソナルケアですね。レージャーっていうのは洋日そして、パーソナルケアっていうのは、まあ、自分の体のメンテナンス。手、入れぐらいの感じですかね。はい。要するに、この遊びの部分だよね。で、えー、これが棒グラフとして並んでると。で、これをささっと読み取って、これプラス前半の講義の内容プラス、この選択肢 そして今から聞こえてくる残りの情報で答えが決まってくるんだけど、もうこの情報の読み取りだけで切れるものは切れちゃいます。例えば1番ね。はい、people in Denmark。はい、デンマーク、デンマークですよね。はい、そして前半の講義の情報も意識しながら、do less overtime work。ね。less overtime work してませんね。はい。ということで前半丸。で、while 一方で maintaining their productivity を維持していると。 はい、前半の講義の一番最後にネバーザレスって言ってましたよ。ね。アバブ、アブレッジ、プロダクティビティって言ってたね。はい、ということで、この前半の一番最終文の内容が残ってたら、ネバーザレスの後ろのフォーカスがかけられてたら、これもこの段階で丸なんですよ。ね。だからもう表と前半の講義の内容だけですでに丸。もう放送を聞く前に丸が決定します。ただ、最終文ね。 これがこう、記憶定かでない人のために、ちゃんと保険で、ちゃんと後ろのね、えー、講義で、ちゃんとこの部分を言ってくれますので、えー、見切れた人、覚えてる人はこの段階で丸。ね。この、後ろの部分を覚えてなかった人は、前半は少なくとも丸。これぐらいのチェックはしてていいってことです。いいですね。グラフだけで前半は丸。右、チェック。ね。はい、2番。い people in the mug and y o u working more? もうこの段階で違うじゃん。働いてないじゃん。 はい、では3つ目。はい、people in noisy countries ではですね、ここですね。はい、more productive. はい、よりね、えー、生産性がある。はい、because, はい、理由緒ですよ。はい、they work more overtime. ね。はい、えー、o ー e r t i m e よりしてるから。んまあ、デンマークよりしてるよね。ということで、まあ、後ろバツでは、この段階では言い切れないペンディングというところです。はい、4番目。 はい、people in the US, US, US. ね。はい、こうです。have an n e x p e n s i v e lifestyle. ね、えー。贅沢な生活をしているんだけれども、the most time for leisure. ね。レジャーのタイム一番では、ないよね。デンマークに負けてるもんね。一番じゃないよ。この段階でバツと。いうことで、このグラフだけで2と4は違うんです。ね。で、 前半の講義つけ、あの、覚えてたら、先ほど見ましたけど、一番が丸だけど、えぇ、ー、2と4を切って、で、あとはこのあたりの情報の確認を、えー、残りの放送でしてあげたらいいと。だからもう2、4切れる状態では、どんと来いと。いう感じで、えー、処理できると思います。はい、では、残り、聞いてみましょう。Question number thirty three. h e r e s a graph based on OECD data. People in Denmark value private life over work. But it doesn't mean they produce less. The OECD found that beyond a certain number of hours, working more overtime led to lower productivity. What do you think? はい。では、スクリプト確認しましょう。Here's a graph. はい。Based on noise d データに基づいたグラフがあります。はい。え people in Denmark. はい。えの人たちは、はい。バリュープライベートライフの方を重要視してます。オーバーワークじゃなくて、オーバーワーク。ね。はい。えー、仕事よりも、はい。バリュー A over B。B より A を重要視してる。ね。ええー、ということでした。はい。ここまでしっかり聞き取れたらいいね。はい。プライベートライフの方を重要視してるんだと。はい。But なんだけども、はい、it doesn't mean,、はい、that とかも省略されてます。はい、that 以下というわけじゃないんだ。はい、えー、they produce less. はい、当然、今トピックは people in Denmark の話してますからね。はい、えー、彼らが produce less ね。もしくはマイナスっていうことじゃないのよと。はい、いうことで、ここの段階で答え一番確定するよね。while, maintaining their productivity を維持しながらって言ってましたから。 ね、落ちてるわけじゃない。維持しながらっていうことで、バットのしらフォーカス、ドンはい、ここで一番答え確定と。いうことですね。はい。で、あとは、あ3番。えー、この OECD のこの下りも一応ありますから、一応この続きもチェックしていきましょう。はい。O d OECD found that. はい。OECD によると、found that 以下だと分かった。はい。beyond a certain number of hours. はい。一定時間以上を超えて、はい。w o r k i n g more over time. ね。 はい、えー、オーバータイム、ね、残業を増やしちゃうと、ね、より多く残業しちゃうと、はい、リード e の過去形はレドード t ですからね。しかも、d と t のサウンド引き付いてレ e t ですからね。うわー、ちょっとハードル高いわー。ね。ただ、あの構図グループ、ね、a, 構図 b の仲間の、ね、えー、リード e a え bring about は blow about になりますからね。はい、そこら辺の a から b にかけて因果関係表現っていうのは、 マニュアルの一番下。ね。えー、因果のところで改めて確認してみてください。はい。ということで、Working more overtime したら因果関係右ですよ。let you にも反応ね。修行だね。はい、で、lower、えー、ね。ダウンすかプロダクティビティ的なプラス的なものがダウンしちゃうと。はい。いうことが分かってんだ。ということで、はい。当然。はい。because they work more overtime. はい。これを理由にプロダクティビティ上がるなんて話じゃなくて、 声増えたらマイナスって言えばね、ここマイナスでもあるからね。はい。ということで、この段階でやっぱり3番も違うということでした。いやー、今日長かったですね。え今日はあえてスクリプトの説明、なるべく日本語を返さずに、なるべく英語で、英語のまま飲み込もうっていうところの意図も含めて、英語のままで行きましたけど、こんな感じで普段読み、普段聞きっていうことができるようになったらいいなかなっていうところですね。ですので、大問5は、速読の練習にもつながる。 ね。えー、しっかり、第一文のイメージだとか、逆説の後ろにフォーカスするイメージだとか、はい、あとは因果関係ね。はい、このあたりなんかも、読解と同じようなことをイメージしながら、復習してもらえると、速読の練習にもつながります。なので、第5問は、速読速読の練習教材としても、ぜひ使ってください。で、そのために、大事な表現が、えー、マニュアルの下、重要っていうのを表す表現だとか、 あとはあ、因果関係のバリエーションだとか、あとは増減系、えー、増えたり減ったりっていう増減系を表す投資のバリエーションだったりだとか。はい、えー、今日で言うと、はい、えー、ここのプロモートの感じだね。プロモートだとか、ディベロップとか、ね、このあたりがだいたい親戚関係になる。みたいなのが、まあ、復習をね、噛み締めていくと、見え方がどんどん次のステージに上がっていけるように用意してますので。 えー、中長期で時間がある人はそこもぜひ見てみてください。いやいや、時間がないよっていう人はこの状況とワークシートの見切り。そしてどこをヒントきっかけに集中フォーカスをどんとかければいいのか。この前半説明したところを中心に繰り返し聞きまくってください。はい。ということで次回は第6問。ね。えーうん、終盤に近づいておりますけれども、第6問でお目にかかりましょう。はい。講義文。OK! と思ったらチャンネル登録高評価よろししくお願いしますでは,また次回グバイはい、今日本日の動画はいかがでしたでしょうかリスニングは繰り返し、スクリプトを見て自分の音で再現して、それで認識領域が広がりますんで、道のりは長いけど一緒に頑張ろう復習